豊後高田そば道場で開かれたのは、全日本素人そば打ち名人大会の九州予選です。豊後高田市での開催は3回目で、今年は県の内外から高校生を含む23人が出場しました。制限時間40分の間に粉1キロ分のそばを打ち、手際の良さや仕上がりの美しさを競います。会場には包丁の軽快な音が鳴り響いていました。いや、横が気になって、まあ、自分のそば打ちには集中できたかと思います。時間内に終われたので良かったです。とりあえずほっとしました。大会の上位3人は11月に福井県で開催される全国大会に出場するということです。